22歳男です。友達との遊びによく遅刻してしまいます。10分から30分くらいです。お前は遅刻が多すぎる。集団の遊びには誘わないと言われました。普段遅刻しない人が遅刻しても来らないって言っていました。僕は遅刻をされても気になりません。遅刻をしても怒らない友達もいます。遅刻だけで怒る怒らない人の違いは何ですか例えばじゃあ、あの、フットサルみたいなのだと、一人遅れてくるおかげで30分間みんなが待つみたいになると、そいつがいるせいで貴重な時間30分失うんですよね。要は、あの、遊べる時間はもう、あの、なんか、 コートを借りてる時間は2時間ですと。なので2時間あのきっちりフットサラがしたいです。でも30分遅れてくる人がいると、30分無駄にして1時間半しかフットサラできません。それだったらちゃんと来る人を呼ぶのが当たり前じゃないってなると思うので、なのでその自分たちがやろうとしてる遊びが何なのかとか、相手の時間がどれぐらいあるのかっていうのによるので、もうちょっとその相手の状況をおもんばかった方がいいんじゃないでしょうか。